はい、フリーランス向け集客支援スクールオタン企業専門学校学長北野です。今日はですね、パーソナルトレーナーが大量集客するためのヒットコンセプトの作り方ってテーマでお話をしていきたいと思います。ということで、まあ、この動画はですね、今フリーランスでやってる方とか、コーチコンサルタント業してる人、教室やってる人、それからデザイナー系のクリエイティブな仕事をしているフリーランスから、まあ、トレーナーの方もですね、みんなが参考になる内容なんで、ぜひ最後見てほしいなと思うんだけども、まあ私自身がですね、実際に今昔フリーランスコーチとしてですね、活動していた時にですね、全然集客ができなかった。でその時に僕がですね、一番こだわったのがコンセプトだったんですね。で、このコンセプトをガラリと変えるだけで、本当に月に今までですね、1件2件しか問い合わせが来なかった、ものがですね、1ヶ月で30件から50件問い合わせをいただけるようになるぐらいですね、反応いただけた。これも結局コンセプトの力なので、そのね、どういうふうなコンセプトを作っていけばいいのかっていうのを話をしていきます。で、結論から言うと、まあ、差別化できるですね、魅力的な、超魅力的コンセプトを作るってことが成功への一番のポイントになりますということですね。で、ぶっちゃけですけども、まあ、今の時代トレーナーも SNS で集客する時代ですよね。まあ、これからまあ、実際トレーナーの方とかデザイナーの方がインスタでどう集客していくのか動画もバンバン上げていくんですけども、実際トレーナーの方とかでもやっぱ発信を SNS でやっても全然お問い合わせ集まらないっていう悩み結構あると思うんですよね。で、その実は原因の一つがやっぱコンセプトだったりします。で、これコンセプトってすぐ変えるだけで結構反応が目に見えて変わるというかですね、すごい問い合わせが来たりとかするようになるぐらいね、重要なポイントになるので、これの作り方話していきますと。で、今の時代ってまあトレーナー以外にもね、治療院とかもそうだし、あとクリニックとか歯科医院とかもそうだし、エステとかもそうだし、あとフリーランスコーチコンサルする人もみんなそうなんだけども、もうコンビニの数と同じかそれ以上に多いわけですよね。そんだけライバルいたらぶっちゃけありきたりなコンセプトやっててもまあ埋もれちゃうわけですよねっていう話ですよ。で、いいものあふれ返ってるからどうするかっていうのを見せ方を考えなきゃいけないってことなんですね。ライバルが多すぎると。で、実際ですね、このコンセプトの付け方、まずひな形のテンプレをお伝えします。これはいわゆる丸々に悩みとのための丸々専門家って、基本的にこう丸々を埋めていくって形で作っていけば OK ですと。まあ、最初丸々はターゲット像ですね。で、2つ目の丸々っていうのが専門家っていう形で自分の専門分野で、僕の場合ですね、昔心理コーチした時全然稼げなかったんですよね。で、それこそ本当にありきたりなですね、人生を好転させたい人のための心理コーチみたいなコンセプトでやってて、全然問い合わせ入らなくて、そこから僕コンセプトを変えた結果ですね、すごい問い合わせが入って、それでまあ年商で23歳の時2000万ぐらいまで行けたんですけど、その時の僕のコンセプトはこれですと。絞ったんですよね。企業1年目、売上に伸び悩む女性のための、まあ、セグメント女性フリーランス、女性事業主のための引き寄せ集客の専門家っていう形で僕はやって、それすごいヒットしたんですよね。で、この場合って僕、企業1年目のフリーランスに絞ったんですよ。で、さらに言うと、なんで女性にもあえて絞ったかっていうと、まあ、当時僕心理学じゃないですか、心理コーチやってたから、心理学ってやっぱ女性の方がやっぱり顧客層多かったっていうのがリサーチして分かったんですよ。だからじゃあもうあえて女性に絞ろうという感じでやりました。で、さらに引き寄せ集客の専門家っていう形で、コンセプトを作ることによって、それがすごいバズったんですよね。で、実際ですね、これトレーナーの方もそうですけども、やっぱね、ポジションを絞るっていうのが一番簡単ですと。で、まず1個目に年代で絞るっていうかですね、例えば40代に絞るとか、もしくは20代後半に絞るとか、30代に絞るとか、50歳に絞るとかっていう年代でまず絞ると。40代から始める〇〇のとかね、40代、美脚に悩む女性のためのとか、40代二の腕に悩む女性のためのとかですね。で、二つ目はですね、部分特化で絞るってやり方があって、まあ、パーソナルって言っても体全体を細くしますよとかっていう人っていっぱいいるじゃないですか。で、その中で例えばバストアップに絞るとか、まあ、これ女性向けですけどね。あとはほっそり足の専門家みたいな足に絞るとか、まあ、あとはですね、腹筋に絞るとか、小顔に絞るとかですね、っていう形で、部分特化でやっぱやっていくってすごい重要ですよね。フェイシャルだったら、例えば昔あったらね、ニキビ。っていうと、プロアクティブっていう時代があったわけです。で、その時代っていうのは、プロアクティブって超大手で有名ですから、もう、プロアクティブの商品しか売れない。でも、そこに対抗するために、例えば、顎に絞ったですね、ターゲットを作って、顎の、ニキビは〇〇みたいな形で、その顎の、確かメルラインっていう商品がね、すごいサプリで売れてた時期があったと思うんですけど、それは顎に特化したからなんですよね、っていう話で、例えば、こう、パーソナルの場合は、足に絞るとかっていう形でやると、結構ですね、ターゲットが際立つということなんですね。で、例えば、じゃあ40代から始める、ホッソリ美脚になりたい女性のためのホッソリ美脚専門家だったりとか、バストアップの専門家っていう形で作ってあげるっていうのは一つポイントです。で、こういうとですね、いや周囲さんターゲット絞りすぎじゃないのと、いやターゲット絞りすぎるとそもそも顧客数が少ないからお客さん寄り来なくなるんじゃないのと思う人もいるかもしれないんですけど、むしろ逆でバンバン集客できますって話なんですよね。で、これロジックとしてはこうですと。もう40代って絞ると、まず最初メインターゲットの40代の人はもちろん入ってくるんですけど、そっから派生して今度30代と50代の人からもそれを中心に
40代を限りにしてトライサイクル。50代なんですけど、私でもいけますかみたいな。これ実際あった事例でね。30代後半なんですけど、私でもいけますかみたいなことが来たりするわけですよ。イメージとしては、同じ地区に小学校 A、B、C あった時に、まず A の小学校で有名になると、今度 B と C の小学校でも噂が広まって、A の小学校に誰々ってやついるらしいぜ、みたいな感じで、そこからも取れるみたいな、まあ、話ですよ、イメージとしてはね。だからまず最初、絞るからお客さん集まるっていう、これ結構マーケティング的に面白いですよね。まあ、本当に自然の摂理で、まあ、ターゲット絞るからむしろ集まるっていうやり方がありますと。で、あとはね、部分とかもそうですよ。足専門に絞るとか、バスト専門に絞るとか、お腹専門に絞ることによって、まずはそこのメインターゲットを取っていくんだけども、そこから派生して、今度二の腕でもいけますかとか、今度お腹のね、お肉でも落とせますかとか、小顔でもいけますかみたいな問い合わせも結構来たりするわけですよね。だから結果的にまず一個の軸に絞って、その分野でしっかりと、周囲を取ってですね、ポジションを取れば、その周囲の人もゆくゆく取っていくことができるから、全然ね、OK ですってことです。だから僕らとかも結構フリーランス向けでですね、発信をしていたんですよ、昔ね。昔からやってたんですけど、まあ、最近はですね、フリーランス向けで発信してても、結構年商数億ある会社さんからもね、結構私でもいけますかとか、うちの会社の商品とかでも、うちの SNS でもお願いできますかっていう感じで結構バンバン問い合わせが企業さんとかね、まあ、本当にそれこそ大手からも入ったりもするぐらいですね、なってるので、まだ僕らもやっぱターゲット絞ったわけですね、最初。絞ってるか、その周りの大手からも問い合わせが来るようになったりとかっていうことになってますので、まあ、ぜひね、これを絞ると、集まるというのを意識しながらね、ぜひコンセプトを、作ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、早速今日ね、動画少しでも勉強になった方、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 友達登録いただいてプレゼントゲットしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。今日もね、最後まで見ていただきありがとうございました。